甲がさぶろう罠にかかった人1もう10時はとっくに過ぎたのに妻の信子はまだ帰ってこなかった智樹はイライラして立ち上がった彼の痩せこけて頬張った顔は変にゆがんで苦痛の表情がありありと浮かんでいた どこをどう歩いたってこの年の暮れに迫って不義理の限りをしている彼に一銭の金だって貸してくれるものがあろうはずはないのだそれを知らない彼ではなかっただから信子が合わせ一枚の寒さに震えながら金策に出かけると言った時に彼はその無駄なことを説いて彼女を止めたしかし 暢子にしてみるとこのどうにもならない供給をどうにかして切り抜けたいとそこにいちるの望みを抱くのにも無理はなかったで結局もきは無益な骨折りと知りながら妻を出してやるほかはなかったそうして結果は彼の予期したとおり妻はいつまでたっても帰ってこないのだった 彼女は上えと寒さに抵抗しながら疲れた足で絶望的な努力を続けているに違いないのだ彼はかれんな妻があっちではねつけられこっちでは断られとぼとぼと町をさまよい歩いている姿を思い浮かべたがそれはいつとはなしに狐のようにとがった顔をした。 残忍そのもののような氷菓子の玉島の古かばんを小脇に買い込んでテクテク歩いている姿に変わった智樹の目には涙がにじみ出た彼はそれを払いのけるように目をつむって頭を振ったが彼の握りしめた拳は興奮のためにブルブル震えたこの春 彼と妻とは続いて重い流行性官房にかかったずっと失業していた玉木はそれまでに親戚や友人から不義理な借財を重ねていたので晩酌尽きて玉島から50円の金を借りたそれからというものは智木は病気から十分に回復しきらない体で血のような汗を流しながら わずかな金を得るとその大半は利子として玉島に取られてしまうのだったそして借金は減るどころか月とともにぐんぐん増えていつか元利積もって200円余りになった玉島は少しも督促の手を緩めず事に年の暮れが近づいてくると毎日のようにわめきたてにくるのだった 友木夫妻が三日ばかり食い物らしいものを口にせず年の暮れを控えて一銭の金もつき路頭に迷い出るほかに道のなくなったのは玉島のせいだと言ってもいいのだった妻の帰りを待ちわびながら友輝の心の中は玉島を呪う念でいっぱいだった じっ、と異様な音を立てて最後のろうそくが燃えきろうとしたゆらゆらと揺らめく炎に鳥小屋にもざって荒れ果てている部屋の崩れ落ちた壁に魔物を思わすような彼の黒い影が伸びたり縮んだりした玉島を呪い続けていた友樹の胸に ふとあることが浮かんだ彼はぎょっとして辺りを見回したがやがて彼はひとつところをじっと見つめた彼の表情は次第にすごくなってきた顔は土のように青くなったうん彼は 苦しそうにうになった両方のこめかみからはタラタラと糸のような汗が垂れた「うんやっつけてやろう」彼はとうとう最後の言葉をつぶやいた彼は玉島を殺してしまおうと決心したのだった。 彼は玉島と引き換えにするような彼の安い命をあざけったしかし彼はほかに生きる道はないのだあの狐のような玉島が赤い血潮を流しながら彼の足元でひくひくと獅子を震わして息の絶えていく哀れな姿を思い浮かべると彼はちょっと愉快だった玉島を殺せば 島のために苦しめられている幾人かの人を救うこともできるではないかこんな気持ちもあったそうしたいろいろの考えがとうとう彼に玉島を殺す決心をさせたのだったこう決心すると彼は妻の帰ってこないうちに家を逃れ出る必要があった 妻の顔を見ると決心が鈍るかもしれないし妻に余計な苦痛を与えるような結果になるかもしれない私はお前に長らく苦労をかけた私はもう生きていく道を知らない私はあの吸血鬼のような玉島を殺して自殺するお前一人なら どうにかして生きる道を見いだすことができるだろう。育児のない亭主のことなどは永久にお前の記憶から抹殺して生きがいのある生き方をしてくれ。こんな遺書を書き残しておこうかと思ったがなんだかあまり月並みな夫のすることと思ったしそれに見つかり方が早くて玉島を殺すところを止められるようなことになっても困るし玉木は 妻には何にも知らさないことにした玉島の家は無人ではあったが戸締まりはなかなか厳重らしい噂によると夜の警戒は一層激しいということであるからどうして忍び込むかということが問題だった殺す方法はさらに問題だった友樹には担当はおろか かみの,のような簡単な小刀さえなかったそんなものを買う金は無論ないもしそんな金があったらたとえそれが10銭であったにしろ芋でも買って上えをしのぎ玉島を殺すことは明日の問題にしたに違いないのだもきは玉島を殺すべき凶器さえ持たないことを思うと苦笑せざるをえなかった ろうそくは最後のもえんとする努力をするようにパッと一瞬明るくなるとともにみるみる炎が小さくなってたちまち消えてしまった友樹はのっそりと真っ暗な部屋を出た、2. 通りは裁判の売り出しで 明るくかつにぎやかだった飾り窓にはいろいろとぜいたくな品が並べられてそのどれもが友樹がひとつきに一度も手に入れることのできないような金額の定価がついていた11時近かったけれども空っ風に裾をまくられながらせわしそうに歩き回っている人で群れていた もきはこういう人々の間に混じって身なりが少しみすぼらしいという以外に人目を引くような特徴は示していなかった彼の多少殺気立っている顔色も年の暮れを足を棒にして歩き回っている人々には少しも注意を引かなかったのだった彼もまた年の暮れをせわしそうに歩いている一人としか見えなかったのは 彼自身はしかし終始何者かに追いかけられている気持ちだった鳥打ち帽子を眉までかぶって鏡加減にどんどん歩いていった玉島の家は薄暗い横丁にあったが弥用のない商売とて年の暮れというのにもうすっかり門を閉じて寝静まっていた も樹は玉島の家に近づくと獅子が妙にブルブル震え出して唇が異様に乾いてきた彼はうろうろと門の前を23回往復した戸をたたく勇気はなかった何かの口実で彼に会うことはできるとしても素手ではどうすることもできないうまい隙を見て飛びかかったとしても 老人ではあるが頑丈そうな玉島にはもきはかえって組み伏せられるかもしれない何とかして凶器を手に入れて寝入っているところとか背後からとかとにかく不意をつかなければ成功しそうにないのだもきはくぐり戸や裏木戸に手をかけてみたがびくともしなかった「門を乗り越すにはいまだ時刻が早すぎる」 は言い表すことのできない焦燥と不安を感じながら玉島の家の前を行きつ戻りつした時々通りかかる人影に追われては通りの方に出た通りを一回りしてはまた家の前に来た夜は次第に更けて寒さはいよいよ増してきたが忍び入るべき機会は 少しも彼に与えられなかったけれども彼の勇気は容易にひるまなかった彼は必要に目的の家の周りを離れなかった何回目かに通りの方から玉島の家にある薄暗い横丁に入ってきた時もきの足にポーンと当たったものがあった見るとそれは小さい風呂敷包みだった 風呂敷の中は軽い紙束のような手触りのするものだった「もしや」と思って友樹はドキンとした彼はよく金を拾う場面を空想したものだった金を拾うよりほかに方法はないと思ったことはさいさいあった金を拾えばどんなにうれしかろうと思ったこともたびたびあった 奇跡的に金を拾って急遽を脱することのできることを幾度か熱望したが空想はついに空想に終わってそんな奇跡はかつて実現したことがなかったしかし今日という今日こそまさにその奇跡が起こったのではあるまいかこう思いながらそうして 一種異様な不安に襲われながら友樹は風呂敷包みを開いた中から紙包みが現れたそうして何たる奇跡紙包みの中身はまさに札束だった友樹の手はブルブル震えた彼は慌てて札束を海中にねじ込んだ 持ちつけない額なのでよくもくさんはできなかったが少なくとも500円はあるらしかったもきは夢中で走りだしたとにかくその場にいることが恐ろしかったので数兆離れたところへ来て彼はほっと息をついた「どうしよう」「届けようか」 落とし主が知れれば一割くらいもらえるかもしれないが落とし主がすぐ知れないとそのままお預けだではいっそ初めから謝礼だけ引いて届けようかいやそれは分かった時に困るいっそそんならみんな借りてしまおうか五百円あればもう死ななくていい 玉島を殺すにも及ばぬこれを一転機として運が開けてくるかもしれぬ五百円落とすようなうかつな人間はこれがないからといってさして困りもしまい借りよう友樹はとうとうそう決めてしまった彼はあたりが急に明るくなったように感じた希望がう 枯れかかった彼の胸から湧きき出してきた彼はふと妻のことを思い出した真っ暗な家に帰り着いて彼のいないのを発見した彼女はどうしているだろうかそれとも彼女は未だ街をうろつき回っているのだろうか早く早く吉報を知らせてやらなくてはならないは 胸をわくわくさせながら家の方に駆け出した3家は真っ暗だった智樹は手探りで部屋の中に入って声をかけてみたが妻は帰っていなかった彼は家を出て近所の荒物屋でろうそくを2本買ったビクビクしながら 海中から拾った金のうち10円紙幣を1枚抜き出して渡したが店の者は別に怪しみもせず釣り銭をくれたそれから彼は食料品店に行った彼は柔らかい食パンとバターとハムの缶を買ったそれから果物屋で真っ赤に熟したリンゴを買った彼は喉をグビグビ言わせながら家へ帰った 太い真っ白な西洋ろうそくは久しぶりで心よい照明を与えた彼は夢中になって食パンに食いついたそれからリンゴにかじりついた腹が十分になって少し余裕が出ると彼は久しく吸わなかったタバコが無性に欲しくなった彼は再び外に出てタバコを買った らをかきながら一息煙を吸うとえも言われない気持ちだったつい宣告死を消した自分がまるで別人のように思われた妻はどうしたのかなかなか帰ってこなかった彼は悠然と構えてはいたが実は一刻も早く妻の顔が見たいのだった早く彼女と。 喜びをかかちたかった。っが妻は容易に姿を見せないのだった彼は少し不安になってきた彼女の身に何か異変が起こったのではないかもしや自動車にでも引かれたのではなかろうかあるいは金策ができないために無分別な考えを出したのではなかろうか 彼の不安は次第に募ってきた。もしや彼を見限って逃げたのではなかろうかバンバンそんなことはないと思いながら智樹は悪い方へと考えが向くばかりだったいややはりはかない望みをかけながら知人から知人へとうろつきまわっているのだろう智樹は考え直したしかしそれにしては遅すぎる ことによったらもきは気が気でなかったこの時ふと彼は部屋の中に変わったものを見つけた部屋の中ほどの床板の上に燃えさしの短いろうそくが立っているではないか彼が宣告部屋を出た時には最後のろうそくが燃えきったので現にそのあとが人たらしのろうの上にまねばかりの先の焦げた芯がついたまま 別の床板に残っているしてみるとこの燃えさしのろうそくは彼が出てから誰かが持ってきたものだ無論それは信子に違いないのだでは妻は一度帰ってきたのだそうして彼の姿が見えないのでまたどこかへ出かけたものと見える一体どこへ出かけたのだろうか 行くあてもない彼女はもう帰ってきそうなものだ彼は一層不安になりだした彼は外に出て妻を探そうかと思ったしかしあてがないのであるから行き違いになる恐れがある彼はどうすることもできない不安に気をいら立たせながら辺りを見回したと部屋の隅に 手紙らしいものが置かれててあるのが初めて目についた。彼はドキンとしながら飛びつくようにしてそれを手に取ったそれは確かに信子の置き手紙だった智樹は慌てて読み下したが彼の顔色はたちまちさっと青くなった手紙には次のようなことが書かれていたのだった 少しでも望みのありそうなところは残らず訪ねてみました。しかし、あなたが初めおっしゃったように全部だめでした。私は焦然として家に帰りました。あなたはどこにお出になったのか、お留守でした。私はたもとの中にあった一かけのろうそくを出して、火をつけ、 じっとあなたの帰られるのを待っていました。なんという寂しい気持ちだったでしょう。私たちは明日はこの物置のような家さえ出なければならないのです。一銭の蓄えもなく、一銭の金を得る道さえ与えられないのです。私はじっと考えました。 いろいろのことが考え浮かびました。もう涙は出ませんでした。結局、私たちは生きていけないのです。私は決心しました。私という足手まといがなければ、男ですもの。あなたはきっと何か生きる道を見いだされるに違いないのです。 私は決心しました。私はあなたから離れます。あなたから離れると言っても、私はあなたなしに生きていけないことはよく知っています。ですから私は死にます。私はあの憎い玉島を殺して死のうと思います。玉島は用心深いそうですが、 女ですから、油断しましまょう。私は金を返しに来たような風をして彼に会い隙を見て視察します長い間愛していただいたことを深く感謝しますたまには哀れな私のことを思い出してくださいどうぞ。 生きがいのある人生をお送りになりますように暢子もきは皆まで読まずに夢中になって外へ飛び出した足はまっしぐらに玉島の家へ向かっていた妻は彼と同じことを考えたのだ手紙の文句さえが彼が妻に書き残そうと考えていたことと同じではないか彼女は、 彼と入れ違いに玉島の家へ向かったのだ。もう間に合わないかもしれない。彼女は玉島を殺してしまったかもしれない。恐ろしいことだ。だが彼女だって、そうやすやすと玉島の家の中には入れないだろう。ことに女のことだ。玉島に組み伏せられたかもしれない。どうかそうあってくれ。早まるな、信子。 もう玉島なんかどうでもいいのだ殺す必要があったらお前より先に俺がやっつけているのだああ俺が逃したばかりにお前は殺人の罪を犯したかもしれないああ恐ろしいどうぞ未だ殺していませぬように間に合いますようにともきは上ごとのように口の中でブツブツつぶやきながら ひた走りに走っていたあダメだ玉だ島の家の二階からかがり火がさしていたくぐり戸に隙があって押すとわけなく開いたあ,あ信子は中に入ったのだ智樹はくぐり戸を押し開けて中庭を走りながら もしやその辺に血のにじんだ担当を持った信子が気絶でもしてはいないかと目を忙しく動かしたが何も目には止まらなかった目をせわしく動かしたが何も目には止まらなかった玄関にも血の垂れたような跡はなかった 未だ惨劇は起こらなかか。ったのか信子は無事か玉島に組み止められたのかああそれでもよいどうか無事でいてくれ友樹は勝手を知った家なので階段を駆け上がって玉島の応接室になっている部屋をめがけて突進したと突如として 人の争う物音が響いたもきはマリのように部屋の中に飛び込んだ見ると信子がどこで手に入れたのかギラギラ光る担当をひらめかして勢い鋭く玉島に詰め寄せている玉島は壁側に押し付けられて両手を前に差し出しながら訳のわからない叫び声を上げているのだった 信友樹はどなったしかし信子の耳には入らないのかただ一差しにと足を一歩踏み出した玉島はギャッという鳥の締められたような声を出した智樹は信子に飛びついた右の手でしっかり彼女の担当を持った手を握った 信子は激しくともがきながら振り返ったの顔を見ると「ああなた!」と叫んで担当をがらりと落とすと張り詰めた力を急に失ったようにがっくりとともきの胸に寄りかかった「むちゃじゃむちゃじゃ!」危うく命を落とす危険から逃れてほっとしながら。 恐怖に青ざめた顔をしかめて、玉島は叫んだ。何が無茶だ？トモキは象をにみちためで青くなってゆう玉島を見ながら怒鳴った。何が無茶じゃて？こんな無茶なことが世の中にあるもんかいな。貸した金を返しもせず人を殺そうとするなんて、アホらしくてものが言えんがな。 物が言えなければ黙ってろ。貴様のような奴は殺してもいいのだ。むちゃくちゃじゃ。謝りもせんと言いたいことを抜かす。もう辛抱ができん。わしは告訴する。ふん。告訴でも何でもしてみろ。俺はもうお前なんか怖くないぞ。わしは怖のでも、女将は怖いぞ。怖くない。アホ言うな。 牢へ入らんならんぞ。かまわない。むちゃちゃむちゃちゃ。そんなこと言わんと、金を返してくれ。ふふ。そんなに金が欲しいか。金を返せば、文句はないんだな。金を返して、おとなしゅ引き取ってくれたら、なんにも言わん。よし。では、金を返してやるから、証文をよこせ。 おいお前の女房が破ってしまったがな玉島は情けなそうな顔をしていったいや破ったフッ友は信子を静かに抱き起こして聞いたお前破ったのかええ死人のように青ざめた顔ではあったが彼女は割にしっかり答えた 証文は破っても金高は覚えているだろうともきは玉島に言ったうんそれは覚えとると思う。それじゃあ行ってみろ証文がなくなれば返さなくてもいいのだが俺はお前みたいなさもしい人間と違ってそんなことは嫌いだ払ってやるから金高を言ええ払ってくれる夢じゃないかいな金高は元利合計で 円と46銭じゃじとよしもきは海中から札束を引きずり出しておぼつかない手つきで数え始めたさあここに230円ある夢じゃないかいな命を取られるかと思うたら金を返してもらえるなんてこんなありがたい話はないて油断さしておいて。 また担当でブスリとやるつもりじゃないか黙れグズグズ言わないで早く受け取れなんや気味が悪いな玉島は恐る恐る紙幣を受け取って慣れた手つきで数えたそして友輝が全く金を返して別に外信のない様子を見て取ると今までのしょげた様子はどこへやら急に顔を輝かしてホクホクしだした 確かにあります。待ってください。今お釣りを出すさがいりな。釣りなんかいらん。ほっとけ。えそれはほんまかいな。玉島は仰天しながら。ともきはん。あんたは貧乏しててもどこぞとなくほかの人とはちがうと思ったが。やっぱり偉い関心だもんや。黙れともきは一喝した。 それでもう言うことはないか何にも言うことはあまへんお礼しますがな玉島はペコンと頭を下げたよしそれではこっちに言い分があるぞおのれよくも長い間俺を苦しめたな智樹は拳を固めて玉島がペコンと下げた横顔を張り飛ばした玉島はよろよろとして情けなさそうに顔をしかめながらあいた ああこれがお釣りの分解な何を尺に触った友輝はもう一つ玉島を張り飛ばした暢子さあ帰ろう友輝は暢子を促して悠々ゆうゆうと凱旋将軍のように玉島邸を引き上げた五家に帰り着いた友輝は 簡単に信子に金が入ったわけを話した彼はしかし拾った金をそのまま着服したのだとは言わなかった思いがけなく大金を拾って落とし主から礼金をもらったのだと言った信子は無論それを信じたよかったね彼女は喜びにあふれた顔をしていったしかし 樹の顔は暗かった。不安のうちに一夜を明かした智樹は翌朝早々信子を促して旅に出ることにした彼は東京にじっとしているのが何とも恐ろしかったのだ家主に滞っていた家賃を払い身の回りのものを整えると2人は汽車に投じて湘南地方に向かったしかし友樹は未だ解放されなかった その夜宿で夕刊を手に取った友樹は「あっ!」と声を上げた「なあに?」子は驚いて夫の顔を見上げた「だ大変だ玉島が殺された!え」え二 !?2 人は夕刊を引っ張り越しながら段抜きの記事を読んだ夕刊の報ずるところによると氷菓子の玉島は 今朝2階の一室に冷たくなって横たわっているのを雇い人のばあさんに発見せられた玉島の胸には担当が突き刺さっていた凶行の時間は今晩1時ないし2時で強盗のせいらしいとあったまあ驚いたじゃあ私たちの帰ってすぐ後で殺されたのね信子はあえぐように言った うん、くぐり戸は開いていたし玄関は閉まりはなかったし強盗が入ったんだね初めはあなたが殺そうとし次に私が殺そうとしたのを助かっておきながらとうとう3番目の強盗に殺されるとはよくよく殺される運だったのねうんまったく運のないやつだ天罰ねでも 私たたちが殺さないでよかったわ。しかし俺たちは疑われるかもしれない本当ね急にお金が入って急に旅行に出たりしてそれに私たちは玉島のところへ行ってるんですものね疑われるには道具立てが揃いすぎているわもし警察へ呼ばれたらどうしましょう仕方がないその時のことさ ともきは妻を安心させるように子も投げに行ったが心の内の不安は一とおりのものではなかったいや不安はすでに通り越していた彼は恐怖に震えていたもし玉島を殺した疑いは晴らせるとしても拾った金を横領したということは隠すべくもなかったもしそれを隠せば玉島を殺したという嫌疑は高まるばかりである ことによると、玉島を殺した剣義も言い解けないかもしれない。あなた、どうかなすったの？信子は智樹が急に黙り込んだのを心配そうに聞いた。なんでもないさ。疲れたんだよ。もう寝ようじゃないか。女中に床を取らせて智樹は横になった。しかし不安に次ぐ恐怖は高まるばかりで。 寝つくことはできなかった夜が明けてから廊下を通る足音がするたびにもしや刑事がと胸をひしがれていたも樹は寝不足の目を凝らしながら起き出て急いで朝刊に目を通したそこには思いがけない幸運が待っていた新聞には玉島を殺した犯人が早くも捕獲されたことを報じていた まあ、よかった。信子は胸をなで下ろしながらうれしそうに言ったしかし智樹はいまだ十分に解放されていなかった新聞の報ずるところによると玉島を殺した男は竹山清吉といってある小さな酒屋の若い雇い人だった彼は前夜主人の命令で得意先に駆け取りに行って 500円余りの紙幣を風呂敷包みにして海中に入れ家へ持って帰る途中で落としてしまった彼は気が付いてから夢中になって探し回ったが誰かに拾われてしまったと見えてどこにも見当たらなかった彼の主家は引き続く不景気に破産しかかっていたのでその金がなければいよいよ破滅のほかはなかった清吉はよくその事情を知っていたので 自殺してわびるよりほかはないと思ってぼんやりしながら歩き回っていたそのうちにふと気がつくと彼は一軒の大きな家の前に立っていたそれは彼の主家の付近で評判の悪い玉島という氷菓子の家であることが分かった彼は夢中で歩き回っていたがやはり落とした金のことを考えていたと見えて駆け取り先から 主へ帰る道順を歩いていたのだったここの家なら五百や千の金はいつでも転がっているだろう彼は玉島の表札を見上げながらふとこんなことを考えたそうして何心なくくぐり戸を見るとどうしたのか細めに開いていた彼は目に見えない何者かに引きずられるように くぐり戸を押したくぐり戸はわけなく開いた彼はふらふらと中に入った玄関もどうしたことか開けっぱなしになっていた彼は2階から漏れてくるかがり火を頼りに階段を上った彼はふらふらとかがり火のついている部屋に入ったすると玉島が起きていて 彼を怒鳴りつけた。彼は夢中でそこに落ちていた担当を拾い上げたそうして玉島を刺し殺した机の上に紙幣があるのが目についた彼はそれを海中にねじ込んだ彼は金庫に目をつけて開けようとしたがそれはダメだったそのうちに恐ろしくなって、 家を飛び出しあてもなくうろついているうちに巡回の警官に怪しまれて最寄りの警察署の留置場に入れられていたが今日昼頃初めて玉島を殺したことを自白したのだったまあ気の毒な人ね読み終わった信子は顔を青白くしてため息をつきながら言った彼女はしかしいまだ夫の嘘には気づいていないらしかった は死人のようにあおさめた顔を上げてひとつところを見つめながらどもりどもり言った「運命だよ」「運命というやつはいつでもわなをかけて待っているんだよそれが人生なんだ」それで信子は多少夫の様子をいぶかりながら言った「そのわなにかかる人が」 つまり不幸というわけなんですわね。ともきはしかしそれに応えようとしなかった。そうして深いため息をついた。